はい、皆さん、まいどまいど。次回ね、あの、パーマのお客様来たらね、耐久拳巻きね。うん、どうやってやろうかな。そもそもさ、テレビで見るさ、耐久拳なんてさ、じじばばしかやってないよね。我々がやる仕事だよね、きっとな。美容師もね、晩年になったらね、仕事のやり方変えてね。まあ、耐久券巻きやったかだったって、今と変わねえだろうね、大してね <laughs> もう。いかに疲れず早く巻くかだね。 まあまあまあね、巻いてるけどね、もう新しい発見なんかないよね。またさ、三輪室でもぶっかけてみるまた。<laughs> 今月は年金月間でね、我々のような店はね、ちょっと警戒してた方がいいね。20日だっけ、年金出るのがね。まあそれから週末を迎えて連休前ってことがあるからね。まあ、動きがね、あればいいけどね,ね、あの予約がね、混乱するぐらいね、忙しくなればね、まあ嬉しい悲鳴だけどね。 まあちょっとね、警戒してた方がいいでしょう、予約の方をね、で連休に入っちゃえばね、それほどもう忙しくないよね、うちらみたいなお店はね、なんか、それでもね、あの暦通りのね休みの人がね、だらだらとね、一日来るような感じだよね、あの連休っつうのはあの、気候もいいし、一日も長いしみたいな感じでね、朝から晩まで、なんか、ね、ぽつんぽつんってね、忘れた頃お客さんが来るみたいなね、で連休が終わるとね、 あの、6月の暑い時期が始まるまで、暇になるんだよね。毎年毎年ね。みんなの店どうかなそれこそね、大掃除するんだったら5月の連休明けだよね。断捨離するとかね。でね、6月も中旬になるとまた宿毛矯正でもね、増えるかな。梅雨前になるとかける人ね、増えてきてね。宿毛矯正の薬もさ、適量ってのあるけどね。いや、どこが適量なのかね。ちょっとよくわかんないんだけどね。まあ今まで自分が塗ってる量に対して、 150%くらい塗ってみようかな、こったのね、ちょっと思ったね。どうしてもね、経営者でしょやっぱりケチっちゃうんだよね、物、薬っつうのはね、自然と自然とね。ケチってるつもりはないんだけど、やっぱりこのぐらいつけばいいだろうっていうこの判断がやっぱりケチの方に微妙に動いてんじゃないかなと、ふと思ったね。だからね、癖が強い子、アフロの子、150%くらい今度、かまこちゃねえからさ、 塗ってみようかなとね、まあ、中年、ミドルの方なんかほら髪の毛自体がもう細いじゃないそれを基準にやってるとそれほど豆腐量ってのは増えないんだよねでもやっぱり若い人髪の毛が多い人硬い人やっぱりそれなりに量を増やした方がいいような気がするよねパーマ液だって増えるんだもんね倍ぐらい使うんだからねまあそれもね 一回実験してみないと何とも言えないよね。えー、ねえ、徒歩量増やした。良くなった。つってもね、もうすでに、多い店がね、真似したらね、変わんないからね。ケチな店が真似すりゃ変わるかもしんないけどね。これもね、ちょっと言葉で伝わらないってところあるよね。はい、お疲れ様でした。